はい、えー、今回もご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございます、えー、作詞作曲家そしてボイストレーナー才がでございます、えー、昨日ですね日本テレビで特番「ミュージックデイという、えー、番組が放送されましたけれども、えー、まあ、ま、全部はまだね見れてないんですけどなんとなくこうずっと見てた中で私のね衝撃が走りました脳そして耳にです いやあのなんかネットで見たらちょっとね話題にもなってるみたいですけれども本当にびっくりしましたあの「ミュージック・デイ」の中で <laughs> 何と迷ったんでしょうね中であのコラボレーションが行われましてそれは何かというと東京スカパラダイス・オーケストラとそれから俳優田中圭さんそして、えー、千葉雄大さん。 この、お、まあ三人というか、三組がコラボでですね。美しく燃える森というスカパラの、まあ、曲ですね。を、披露するという、まあ、コーナーがありまして、私、その、あの、流れを全然知らずに。パッと見た時に、そういうコーナーになってたんですね。それで、へえと思って、まあ、すごく興味があります。まあ、そもそもスカパラというのは、ものすごいかっこいい。皆さん、私が言うまでもなく、えー、バンドで。 もうどなたまあ、いろんな人とこう、ねえー、ボーカリストとコラボレーションして CD もたくさん出されてこの間はあの『ミュージックステーション』でムロツヨシさんとね一緒になんかこう演奏パフォーマンスをしててそれもすごくまあ面白かったというか、えー、楽しいパフォーマンスだったわけですけれども、えー、田中圭さんと千葉雄大君歌うんだと思って、まあ、見たら田中圭さん千葉雄大さんもすごい上手なんですけど。 もう田中圭さんの歌声がもう素晴らしすぎてちょっと固まってしまいましたね画面を見ながら「なんだこれは?」と。で私はですねあの少し前に日本テレビで放送されてた「あなたの番です」というね2、えー、クールも行われた非常に怖いドラマがありました。 原田田ささんんと田中圭さんがこうご夫婦の役でねで、まあ、途中で田中圭さんが歌う挿入歌みたいなのが非常に話題になりまして、まあ、その曲も聴いててすごい上手な歌い方をするなっていう、まあ、なんとなくのイメージあったんですけども今回のこの「スカパラ」とのコラボの田中圭さんの歌声まずその歌い始めの声の響きの良さもうこれはまあ俳優さんですから、えー、もちろん喉に負担のないね綺麗な声の出し方はご存知だと思うんですけど でも歌い手さんたちたくさんねミュージックで出てましたけどその中に入っても全く遜色ないと言っていいんですねもしかしたらアーティストに言った田中圭さんの方がいい声の出方してたんじゃないかというぐらいまず声の出方が素晴らしいということとそれから音程、ね、その音の取り方も見事そして今回スカパラですからスカのリズムウッキャ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 というね歌う前に少しその練習してる風景みたいなのが出てましたけどその映像を見る限りはね 綺麗にスカに乗れッる感じッは正直なかなか日本人にはないリズムなので、えー、難しかったと思うんですけどそのリズム感も歌の中でも良かったし高い音出しに行く時もあんまりこうね歌をメインでやってる人じゃないとなるとここにここ、ね、首に筋が出ちゃったりなんか日本語がおかしないな首にあ違う違う違う首に筋がですねはいちょっとイントネーション逆になってしまうみたいました。 首に筋が出てなんかもう見るからに苦しくなってっていう風に歌う高い子行くとねっていう方はもうカラオケなんか行くとよく見ますけれどもでもねやっぱ慣れない俳優さんが歌を歌うとそういう風になったりすることも多々あると思うんですけどもうね全然高尾とも苦しそうじゃなくしっかり空気が入ってるその空気をお腹の力背筋の力でグッと押し出して喉を細くするんじゃなくてこの響きのいい音のままスポーン と抜けけた声でで歌いい続けるあの千葉雄大さんもうまいんもすよ本当に千葉雄大さんもいい声してるんですけどあまりに田中圭さんがもう完璧すぎてちょっともう衝撃でしたねびっくりなんですかあの田中圭さんのものすごいファンの方たちに是非コメントで教えていただきたいんですけど田中圭さんってこんなにもともと歌上手なんですか えきっとドラマだけじゃなくてねそのもしかしたらミュージカルとかもやられたことあるのかもしれないですけどあまりに俳優さんだけではもったいないとまあよくありますけどあのちょっと売れた、ね、女優さんとかが勢いに乗って曲を出すみたいなそういうレベルじゃなくてですね本当に歌い手さんとしてアーティストとしてアーティストとしていや歌ってほしいなというふうに純粋に思いましたね。 えー、もうなんか例えばですけど、まあ、オリジナルの曲でももちろんいいんですけど今回みたいにスカパラの曲であったりとかもしかしたらあの女性の曲でね昔あの徳永英明さんがえ結構いろんな曲をこうカバーしてアルバムとか出されてましたけどああいう感じでねいろんな皆さんが昔からよく知ってるような曲を田中圭さんがカバーするみたいなアルバムとかみたいなあ、まあ、今こう YouTube をね皆さん見ていただいてますから例えば。 ファーストテイクとかで田中圭さんが、ね、歌うやつとかちょっとね全然知らなかったのも恥ずかしいんですけど田中圭さんの歌唱力は本当に素晴らしいなと思いますのでもしねあのミュージックでビデオに撮られてる方なんかは、えー、長い中でねこう早送りしながらでもしかしたら見過ごしてしまう方もいるかもしれないですけど「スカッパラ」と一緒にコラボしてる田中圭さんの歌声千葉雄大さんもうまいんですよ。 ちょっとなんかおまけみたいになってて申し訳ないんですけどお二人ともすごい上手いんですけど田中圭さんは本当ねプロの歌手と言っても全く問題ないんじゃないかなというぐらい非常に上手に歌われてましたのでまだ見てないよという方ですね是非ビデオを撮ってる方は見ていただきたいなと。 いいう,うに思います。で、改めましてそのスカッパラの安定感ということはあってですからもちろんね、えー、そのコラボとして素晴らしいパフォーマンスでしたけどももう田中圭さんがうますぎるということをどうしても言わずにいられなくて今回はお話をさせていただきました、えー、皆さんご清聴いただきまして誠にありがとうございました